こんにちは、本間修です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はイングリッシュホルンの正しい置き方についてお話ししたいと思います。もちろん基本的にはオーボエと同じですけれども、オーボエとはまた別の点で気を配らなければいけないことも多々ありますから、今日はそれを知っていただきたいなと思って動画を撮りました。ということで始めます。まず、オーボエの正しい置き方の動画でも、説明しましたけれども、まずは何と言ってもこの左側を下にして置くのか、右側を下にしてこのように置くのか、その双方の置き方のメリットとデメリット、そして僕がどう思っているかということについてはですね、オーボエの方の動画できちんと説明していますので、そちらをご覧いただければと思います。まずイングリッシュホルンという楽器はですね、非常にオーボエと違って特徴的なのがこのボーカルというパーツがついていることですね。で、このボーカルってこうやって横から見たら分かるように、このように曲がっていますよね。なのでデフォルトの状態のまんまこうやって机に置いていこうとすると、これがもうボーカルの先が机にぶつかりそうになるんですよ。まあぶつかりはしないんですけど、ぶつかりそうになります。例えばもしこれでですよ、うっかり何かがここにぶつかってパーンって楽器がこうガクってなったとするじゃないですか。そしたらもうすぐにここがぶつかってしまって、ボーカルが曲がってしまいます。ボーカルっていうのは音色や音程に影響のある大事な本当に繊細なパーツなので、特にこの先端の先端っていうのは大切に丁重に扱わなければいけません。ですからもうここを大切にするっていう意識がもうとにかく欠けてちゃダメなんですよ、イングリッシュホルンはね。で、なので置くときまずこのボーカルを必ずこう上に向けて置いたときに、このボーカルが上を向くように、あるいはでもその横を向くようにしてこのように置きましょう。はい、というかなるべくボーカルを外して安全な場所に、まあ、横向きでいいや、こうやって置いてあげる。そう、こういう風にしてあげるのが大事です。まずはここからですね。そしてその次、イングリッシュホルンは大きく違って楽器がとっても大きいので、机からはみ出してしまうことももしかしたら時にはあるかもしれません。そういう時に、絶対に考えなければいけないのは楽器の重心の位置ですね。例えば机からこうやってはみ出してこんな風に置いたらどうなっちゃうか分かりますよね。これもうちょっとした拍子に、例えばもし地震がパッて起きたとかってなったら、ちょっとグラグラってなったらポーンってこっちに落ちちゃいますよね。あるいはこうやって置いといたらですよ、人がぶつかったりとかね、不注意で人がぶつかったりお尻がぶつかったりした時にポーンって倒れちゃうわけです。なのでなるべくこの楽器の重心が、ね、楽器が太、あの、なんだろう、下に向かって太くなっていくわけですから、重心の位置はこのど真ん中ではなくてややこっち側にあるわけですよ。なのでそこが最も真ん中に来るようになるべく心がけるということが大事ですね。その上で、まあ、なるべくその楽器全体がちゃんとすっぽり収まるような安全な台に置くっていうこともとても大事かもしれません。そしてオーボエの置き方の動画でもお話ししましたけれども、最もベストな置き方というのはちゃんとイングリッシュホルン専用のスタンドを買ってこのように丁寧に置くということですね。ガシャッと置かない。特にこのイングリッシュホルンはベルの中がこうオーボエみたいにこういう風に開いてるんじゃなくて、こうポコってなってるんですね。なので雑にガシャッと置いたら、この内側のこの細くなっていくところにガッて引っかかって、そこに傷がついたりとかしてしまうわけですよ。うん、そうなると楽器が台無しになってしまいますから、とても、危険です。はい、こんな感じで、イングリッシュホルンは、置きます。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。